今回は、夫の浮気に関するスカッとするお話を2本紹介します。まずはこちら。大災害で夫が浮気相手に電話し、血相を変えて家を出て行った。家帰っていい？私たちにしたこと、忘れたの？私は夫と子供2人と、平凡ながら幸せな毎日を暮らしていた。ある晩、家族で食後にくつろぎながらニュースを見ていたら、自宅から少し離れた場所にある川が氾濫した、という情報が流れた。記録的豪雨で、外は大雨。うち、避難しなくて大丈夫かな？と、息子が心配そうに外を眺めていた。うちは大丈夫よ。川が氾濫しても、南側、自宅がある側は、一度も浸水したことないから。でも、北側は知ってる限りでも2階は浸水してたから、避難しないと危ないかもね。そんなことを息子、娘と話していると、旦那がおもむろに電話し始めた。お前、大丈夫か？血相を変えて慌てて、そんなこと言ってたから、最初は欺瞞にかけてるかと思った。川の北側は、浸水しやすいみたいだから。ここでおかしいと思い出した。欺瞞の家は、私の自宅があるのと同じ、川の南側だ。じゃあ、電話の相手は一体誰？思いつく限り、親戚や友人で、川の北側に住んでる人はいなかった。しかもスマホからは、キャンラン声が漏れてきている。これはどう考えても欺瞞じゃない。欺瞞はクールな人だし、今すぐ助けに来てよ、怖いよ、なんて、旦那にすがるタイプじゃない。私と子供が？と見ていたら、旦那は顔を上げて私を見た。ああいう時って、ドラマみたいに、はっ、なんて顔しないのね。じーっと私を見てから、無言でスマホを耳に当てたまま立ち上がり、普通の顔して部屋を出て行った。旦那を追いかけて行ったのは娘で、私は呆然としてた。お父さん、待って。まさか、私と子供たちが見てる前で、堂々と不倫相手に電話すると思う？普通思わないでしょ。廊下で旦那は、娘と電話中の不倫相手の間で板挟みになってた。誰よ、その電話の相手は？職場の人だ。心配だったから電話しただけだ。嘘よ。ちょっと私に代わって。そう、夫をまくし立てながら娘は夫のスマホを奪おうとした。やめろ。もう電話切るから。と、言いながらも、全然電話を切らない夫。それどころか、スマホを奪われてなるものかと、娘の攻撃をかわしてた。結局、旦那が高々と上げたスマホを息子がひょいと取り上げ、スマホを奪取することができた。その後旦那はしらばっくれてたけど、息子の支柱にあるスマホから証拠をザクザク掘り当てて、ついに夫は白旗をあげた。不倫してたなんて知らなかったし、娘なんてショック受けて、部屋に引きこもっちゃったわ。朝、子供たちが起きてこないうちに旦那と話し合わないとなと思ったら、翌日、旦那はどこかに逃げた。日曜日の朝8時に、店なんか開いてないのに、どこ行くんだか。まあ行くところなんて一箇所しかないだろうけど、一応携帯に連絡しても、一切音信不通。一台しかない車を使われてしまったから、買い物にも不便で仕方なかった。子供が起きてきたらフォローしなくちゃいけないんだろうけど、フォローの言葉が全く思いつかなかった。長年一緒に連れ添ってきたんだから、不倫なんてするわけない？って勝手に思い込んで、信じていた私が甘かったんだと思う。そのまま日が経過し、水曜日に私が仕事から帰ってくると、車庫に車が戻されてた。しかし、家の中に旦那の姿はなかった。そして数日後の夜に、ついに家族のグループ LINE の方に連絡が入った。戻っていいか？きちんと話し合いたい。私がなんて返そうか悩んでるうちに、娘がすかさず返信してた。何話すの？キモいんだけど、女の家に散髪した人なんて入れたら、家の空気が汚れる、と返信すると、既読はついたが旦那の返事はなかった。一応、娘と息子には、離婚になるにせよ、別居になるにせよ、話し合いは必要だと思う、と、なだめるも、話し合う必要なんてない。二度と一緒に住めないから離婚して。俺も、あんな奴が父親だなんて無理。と、二人とも拒絶。娘たちが一番許せなかったのは、災害中に私たちをほったらかして、女の家に3日間泊まってたことらしい。息子はネットで、不倫証拠集めの方法をググってたよ。私はまだ現実感がなくボケっとしてて、代わりに娘が怒ってくれてる感じだった。実親にもやんわりと、離婚するかもと連絡はしたんだけど、仕事が忙しくてちゃんと説明はできてなかった。義両親には未報告。こちらは間違いなく旦那の肩を持つだろうと思ったから、あえて何も言わなかった。本来はもっと早く行動を起こすべきなんだろうけど、
平日には仕事に忙殺され、夕飯の時間に帰れない日もあったりして、なかなか時間が取れなかった。でも考えれば考えるほど、再構築はありえないと思うし、正直なところ、娘の言うように旦那に帰ってきてほしくないし、気持ち悪いと思った。とりあえず、子供たちの気持ちが一番大切だ。離婚したら2馬力から1馬力になり、収入もかなり減ることなども含めて、しっかり話し合った。それでも娘は、顔も見たくない。見たら殺したくなる。進学は、奨学金とバイトで頑張る。災害時に家族より不倫相手を選んだ事実が全て。あの人は私たちを捨てた。と、言っていた。息子の方も、お金のために我慢して父を受け入れるのはできなくもないが、それはもう家族じゃないと思う。収入については俺もバイトで協力する。とのことだった。子供たちが離婚を後押ししてくれたので実両親に報告すると、両親もわかってくれて、ただの浮気ならまだしも、孫の前で尻尾を出したのが許せない。家庭を捨てるような真似をして、絶対に許さん。と、私よりも怒ってくれていた。その後も何度か子供たちと話し合ったが、時間が経っても気持ちは変わらないようなので、いよいよ義実家に報告。話を聞いた義母は、何かの誤解だと思う。うちの息子がそんなことするわけない。と、にわかには信じがたい雰囲気。でも、私が証拠を見せた瞬間だんまり。問題だったのは義父の方で、離婚は子供のためにならない。一時の感情で早まるな。と、これまた知ったようなことを言ったがために娘、息子が義父にもう反発。お前たちのためを思って言ってるんだぞ。と、義父は最終的に激怒していて結局、義両親とは折り合いがつかないまま決裂した。そんなことを知ってか知らずか、旦那から夜に連絡が来た。帰りたい。今でも私怖いしてる。こちらは離婚希望ということで、話はまとまっています。娘があなたと同じ空気を吸いたくないというので、もしあなたが帰ってくるなら、入れ替わりに私たちが家を出ます。その後の財産分与、慰謝料などの話し合いの場を設けるので、それまで話し合いは待っていてください。そう連絡すると、慌てた旦那が家の前まで来て、開けてくれー。俺は愛してないのか。私子。と大騒ぎ。それを見た娘は大激怒。愛人の家に散泊した男が、偉そうに愛を語るな。家族よりも愛人の命を大切にするような奴に、愛される資格なんかあるわけないだろ。と怒鳴り、ご近所に浮気を知らしめる等の騒ぎを経た後、義両親が駆けつけ、夫を回収していってくれた。旦那が浮気を認めたため、義母が呆れて離婚賛成に傾き、旦那、義父 VS その他で離婚話が進み、弁護士が決まった。弁護士にほぼ丸投げだったが、証拠などもどっさりあったため、あっさりと離婚が決定。不倫相手からは慰謝料200万で決着。いえ、ローン残りありと、貯金と家財は私が。そして慰謝料代わりに、旦那は家と車のローン負担。要するに無一文で追い出し、さらに借金を負わせたというわけ。養育費は一括でもらった。次、あいつが家を訪ねてきたら包丁持って大騒ぎして、二度とうちに来れないようにしてやる。今回の件でおとなしかった娘がみるみるたくましくなっていき、頼もしいと思う反面、申し訳ないとも思う今日この頃です。続いてのお話はこちら。不倫のスリルが欲しいから結婚した。お前とは遊び。そんな、俺に任せて。すべての証拠を集めた弟が、私には夫がいたのだが、その人が私と結婚した理由がありえなかった。元夫と出会ったのは私の勤めていた会社が倒産し、就職活動もうまくいかずに喫茶店で泣いてた時だった。元夫から声をかけてきたんだが、心底参っていたところに優しくされ、当時の私は事情を説明。どうしようもない愚痴でしかなかったが、時折うなずきながら聞いていた元夫は、それならば僕が君を支えよう、と、突然の告白をしてきた。出会って間もない相手になんてことを、と思いながら、頼れるのならという気持ちもあり、その日は連絡先だけ交換した。後日、数回やり取りをした後、何度かデートをした。金銭的な支援を受けてなかったけど、精神的に支えられ、就職活動に精を出していると、見事な異性が。しかしまたもや1年後に倒産してしまい、落ち込んでいる私に元夫がプロポーズ。その頃にはすっかり信頼を寄せていたので、もちろん OK した。私の両親も、誠実な元夫に大満足、義両親も認めてくれたので、無事に結婚。私自身式を挙げたいという願望はなく、元夫も私に任せると言ってくれたので、軽い食事会で済ませ、届けを提出。事前に、
仕事が忙しく寂しくさせるかもしれないと元夫には言われていたが、お付き合いしている時からそれは知っていたので問題ない。むしろ私が家庭に入って、元夫を支えようと思っていた。結婚生活に、不満は何一つなかった。帰りは遅くても、帰ってくると私の作ったご飯を美味しいと食べてくれる。休日になると、どこかに出かけようとか、誘ってくれたりもしてた。休日出勤や職場に泊まり込みもあったが、家のことをよろしく頼むと私に言って働きに出る元夫の姿を、心底信じきっていた。ところが実は、休日出勤も残業もほとんどが嘘だった。家計は元夫が管理していたので私は全く気づかず。また、生活費も私に対してのお小遣いも十分に渡してくれていたので、疑ってもなかった。ある日、今日は帰れないと連絡が入り、一人で食事するのも寂しいので、たまには外食でもしようと街に出かけた。ついでに差し入れを渡そうと元夫の会社へ。すると女性と歩く元夫の姿を目撃。会社を出てそのままホテルへ向かったのをはっきりと目撃し、写真も撮った。嘘だと思いたかったのだが現実で、その日はすぐに帰宅し、翌朝元夫が帰るのを待った。翌朝帰宅した元夫に撮った写真を見せると、顔色一つ変えずに、見たのかと聞かれ。結婚したのは、不倫をするスリルを味わうためだ。私身には何一つ不自由もさせていないし、当然これからも、不倫していいだろう？と、何食わぬ顔で言ってきた。もう、相手が何を言ってるのかさっぱりわからなかった。不倫はやめてほしいと言ったけど、じゃあ離婚だと言われて、思わず言葉が返せない。だからその時の私はまだ、元夫から出てくる言動の一つ一つが、まるで夢の中のような気持ちで聞いていたのかもしれない。ある日、海外留学に行っていた弟から、帰国するので会おうよ。と言われたが、精神的にとても会える状態ではなかった。ごめん、体調が悪いからまた今度じゃダメかな？とやんわり曖昧に断ったところ、私の異変に気づいたのか、わざわざ自宅にやってきた。数年ぶりに会う弟は、久しぶり、姉ちゃん、と普段通りに笑顔を見せた。さすがに自宅に来てくれたのを追い返すこともできず、結局家の中に入れると、弟とたわいもない話をした。でもしばらくしてから、結婚はどう？楽しんでる？楽しいと答えたいのに言葉にならず、涙が溢れて止まらなくなった。そして胸の中にあった思いを全部吐き出すと、弟は、今すぐ離婚しろよ。姉ちゃんは完全に舐められてるぞ。そんな奴とこのまま一緒にいたって、幸せになんて絶対なれない。と言われた。私だって、それができるものならそうしたい。でももしかしたら夫が変わってくれるかもしれない、自分の元に帰ってきてくれるかもしれないと思うと、どうしても離婚に踏み切れなかった。結局弟はその日、私の思いをずっと聞いてくれて、落ち着けるように、お土産のハーブティーをくれ。これでも飲んで、リラックスしろよ。あんまり思い詰めないようにね。と言って帰って行った。しかし、弟はこの日から水面下で何やら動いていたようだった。しばらくして、私は元夫と義実家に呼び出された。その間も結局、元夫は何も変わらないまま。むしろ私にバレてしまったことで、よりオープンになっていった。私たち二人が義実家に到着するなり、そこには義両親と、義兄二人と奥さんが揃っていた。それを見た元夫が、おいおい何事だよ、わら。何か重大発表でもあるとか？と言った瞬間、がたいのいい義父が元夫をぶん殴って、その体は障子に突っ込んだ。あまりの出来事に、何が起きたか思考が追いついていない。床に転がった元夫は、殴られた箇所を抑えながら大声で怒鳴りつけてきた。何するんだよ親父。兄貴たちも止めろよ。理由もなく、いきなり殴られたんだぞ。理由もなくじゃない。お前は、殴られて当然のことをしたんだからな。はぁ？何言ってんだよ。俺は何もしてないぞ。なら、これは一体何なんだ？そう言うと義父は、元夫の不倫の証拠写真をずらりと並べた。なんでこんなものが？弟さんがうちに来てな、すべての証拠を引っ下げて、お姉さんを離婚させてくださいって、頭下げに来たんだよ。これだけでも最低なことなのに、お前が私にさんに言ったセリフまで教えてもらったぞ。この大バカ野郎が。元夫もびっくりしていたが、私の方がもっと驚いた。なんと弟は私と話した後、更新所に頼んで、元夫の不倫の証拠をずっと集めていたようだ。そして義父の元にやってきて、どうか姉を救ってやってください。このままでは姉は、不幸にしかなりません。と、土下座して頭を下げたらしい。
その時たまたま義兄家族たちも来ていたようで、弟から聞かされた話を聞いて、愕然としたよう。特に義兄二人は、とても愛妻家で知られている。だから余計に、元夫が私にしている仕打ちが許せなかったのだとか。私みさん、本当に申し訳ない。私たちが息子の育て方をどうやら間違えたようだ。息子には、きちんと慰謝料も払わせる。すまなかった。と、義父は頭を下げた。息子を愛してくれてありがとう。でももう、あなたは自由になるべき。早くこんな男は捨てて、新しい人生を歩みなさい。と、義母は泣きながら私を説得してくれた。それまで私は、元夫とのこれからをずっと悩んでいたが、義母のその言葉に背中を押された気がした。結局、その場はそれで解散となった。元夫は家族に引き止められ、お前にはまだまだ話すことがあると、義父や義兄たちに睨まれて真っ青になってた。それから私は、家を出るときに義母からもらったお金でホテルにとりあえず泊まり、元夫と顔を合わせないようにした。すると家に帰ったのか、元夫から。今ならまだやり直せる。君も幸せそうだったのに。とか送ってきたが、無視しておいた。さらに翌日には、不倫していた彼女と別れてやったから、戻ってくるといいよ。というメールが届いた。どうせ義実家で散々言われたから別れたのだろうけど、その言葉を聞いて急激に冷めてしまった。本当に私は舐められてて、元夫が望めば簡単に帰ってくる、簡単な女と思われてるのだと。それから私は弟に連絡して、離婚する決意が固まったと言った。弟は本当に用意周到で、元夫の不貞行為を集めるついでに、しっかりと不倫女の素性と職場、自宅の住所、実家も調べてくれていた。各方面に内容証明を送り、慰謝料を請求。するとすぐに会社の方が反応して、不倫女は処分として、地方に飛ばされる羽目になり、両親の方が泣きながら慰謝料を支払うと約束してくれた。それから元夫とは、義実家総出で協力してくれて無事離婚。かなり多めの慰謝料も払ってくれた。あの時、弟が行動してくれなかったら、きっと今でも私はぐずぐず悩んでいたと思う。だから弟にはすごく感謝をしていて、ありがとう、何かお礼がしたい。何かしてもらいたいことある？と、聞いたら。今度こそ幸せになってもらいたい。と言われて、思わず泣けてきた。私は夫には恵まれなかったけど、こんな姉思いの弟と家族で、本当に幸運だと心から思う。いかがでしたか？夫の浮気に関する、スカッとするお話でした。